越中五箇山民謡保存会の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
続きましてはトイチーサをご覧いただきます。トイチーサは五箇山を代表する作業歌となっています。和紙の産地でもある五箇山では和紙を作るためにたくさんの水が必要となるんですが、その水を近くの谷川から樋口や掛けいといった道具を使って引き込んでいました。合掌造りの軒先やその使っている樋口伝いにとても可愛らしくさえずる小鳥サイチンという鳥がいました。そのサイチンの海外しい様子を自分の娘も元気に可愛らしく育ってほしいという母親の願い、そして紙すきの作業の様子などが歌われています。トイチーサは問いの最賃、これが詰まってトイチーサとなったと言われています。それでは続きましてトイチーサです。どうぞ。
京の五箇山民謡の礎を作った一人とも言われています。おさよはいつしか村の青年と恋仲になりましたが、流罪の身分であったため添い遂げる願いが叶うはずもなく、庄川の流れに身を投げてその悲しい一生を閉じてしまったそうです。ふるさとを懐かしむおさよの郷愁、そして悲しい恋物語を歌って踊ったのがおさよ節です。それではおさよ節どうぞご覧ください。
それでは投げ節から岡山追い分けをご覧ください。牛は